ファジェス、または、ファジャスは、スペイン・バレンシア州、バレンシアにおいて、守護聖人さん、ジョゼップの祝日3月19日を祝うために3月15日から19日に、開催される伝統ある祝祭である。日本では、バレンシアの日祭り、サン、ホセの日祭りなどと紹介される。セビリアの春祭り、パンプローナのサンフェルミン祭とともに、スペインの三王祭りの一つとされている。 バレンシア語では、ファジェス、カスティーラ語では、ファジャスと呼ばれる。語源は松末を表す古典ラテン語のファックスに、縮小字のついた形ファクルが、俗ラテン語では、ファキュラとなり、中世語で、ファリアとなった。中世バレンシア語では、ファリアは見張り等の高い位置に配置された松末を、表すようになった。リブラダルスフェッツの中でジャウマ一世の軍隊が、 天幕への道と入り口を照らすために松明を掲げたことが言及されている。また、祭りを明るくするためにも使われた。そして特別な守護聖人の祝祭日の夕暮れに、点火するかがり火に対して使われるようになったとされる。ファジェスという単語は祭りそのものを指すが、祭りの期間中に、バレンシア市内に設置されるハリコの人形のことも指す。冬が明けた3月に、 大工職人が小道具や観楽図を燃やしていた習慣が、ファジャスの起源である。18世紀になると、労働者の守護聖人である聖ヨセフの日の前日に、人形を軒先にぶら下げるようになり、18世紀後半には、人形が大通りや広場に設置されるようになった。人形は立体化して大型化し、複数が組み合わさったモニュメントに変化していった。18世紀末には、 政治的な風刺を含んだファジャが目立つようになり、1895年には、最優秀作品に対して賞が与えられるようになったことから、芸術性を重視する傾向が強くなった。2014年には、日本スペイン交流400周年記念事業の一環として、招き猫やダルマなどの伝統文化、ドラえもんや隣のトトロなど、 現代のキャラクターを用いたファジャが制作された。バレンシアのみならず、バレンシア州の多くの町でも、同様の祝祭が行われる。市内のそれぞれの地区が、カサール・ファジェールと呼ばれる組織を結成し、1年間かけて、資金集めのために、パーティーや夕食会を開催する。夕食会では、バレンシア地方の名物であるパエリアが出されることが、多い。3月初旬から、 バレンシア市庁舎前では、毎日14時に爆竹が鳴らされ、ファジャスへの期待感が煽られる。15日以降は、それぞれのファジャの周りでも14時に爆竹が鳴らされる。それぞれのカサールファジェールは、3月15日から18日までの4日間、ファジャと呼ばれるハリコの人形を展示するが、祭りの最終日である。 サンホセの日には一体を除いてすべて焼かれ、その年の最優秀作品だけが博物館に保存、展示される。かつては、カサールファジェールによって、ニノッツの準備に、多くの時間が費やされた。ニノッツの集合体が、ファジャと呼ばれる、高さ10メートルを超える巨大なハリコの人形である。3月19日に先立つ4日間、それぞれのカサールファジェルは、ファジェを屋外に出し、 近隣の通りにある爆竹満載で手が込んだ紙製の芸術的なモニュメントに載せる。人形は基本的に伝統的なテーマに従って構築されるが、現代風刺的な視点が取り入れられることが多い。2週間にわたるフェスティバルは巨大な地方産業を生んでいる。バレンシア州の500以上の町で祝祭が行われ、すべての郊外地域がシュータファジェーラと呼ばれる。 ファジェス期間中には多くの人々がバレンシアの歴史の様々な時代における地域的、歴史的な衣装をまとう。カサール・ファジェールの多くは伝統的なブラスバンドを持っており、ドルサイナやタバレットの音色が頻繁に聞こえる。ファジェスは伝統的なイベントであり、多くの参加者が中世風の衣装をまとうが、2005年の大人形には現代のキャラクターである。 シュレックやジョージ・ W ・ブッシュが2012年のファジェスにはバラク・オバマやレディ・ガガが登場した。ファジェスの5日間とその夜はパーティーが続けられる。歴史的であり、宗教的であり、滑稽でもあり、5日間には様々な過程がある。レストランにいた群衆が通りに溢れ出て、花火や爆竹の爆発音は1日中鳴り響き、夜間にも 散発的に発せられる。小さな子供から、初老の紳士までが、花火や鳴り物を通りに放り投げる姿を見て、また花火の残骸が通りに散乱した姿を見て、外国人は驚くかもしれない。フェスティバルの観光潜在力を利用するため、ファジェスに先立つ週末に、いくつかのイベントを開催するべきかどうか、終了日が、ミッドウィークとなる年は、 終了日を変更するかどうかの議論も行われたが、イベントの開催日は毎年固定されている。3月15日にはすべてのファジェスの組み立てが終わり、15日の夜にはすべてのファジェスが完全に仕上がる。もし制作期限に間に合わない場合は、展示する資格を剥奪される。ファジェス期間中は毎日8時にラデスペルタが始まる。カサールスから、 ブラスバンドが登場し、生演奏を行いながら、すべての通りを更新する。ブラスバンドの後列には、ファジエルが従い、大量の爆竹を通りに投げながら去る。3月15日、16日、17日の夜と18日には、バレンシア市にあるかつての川床で、花火が披露される。火を追うごとに盛大になり、最終日の夜は、ラニとデルフォックと呼ばれる。 それぞれのファジャが聖マリアに花を捧げる。3月17日、18日には1日中行われ、聖マリアの彫像とその巨大な台座は花で覆い尽くされる。マスクレタは破裂音が調合された連発式爆竹と花火のことであり、ファジェス期間中は毎日14時に各地区で披露される。3月19日のイベントのフィナーレを飾るマスクレタを、 提供する栄養をかけて、花火師たちが競い合う。ファジス期間中に14時の鐘が鳴ると、美しく着飾った、実行委員長が、視聴者のバルコニーから、セニョールピロテクニック、ポットコメンサーラ・マスクレータ、と叫び各地区で、マスクレータが開始される。マスクレータはほとんど、バレンシア州特有の行事であり、バレンシア人には、大変人気があるが、他国で、 同様の行事を見つけるのは困難である。小さな地区は、成人記念日、結婚式、他の祝賀行事のために、自前のマスクレタを持っていることがある。最終日3月19日の19時には、コロン通りとポルタデラマール広場で、パレードが行われる。これは、カバルガータデルフエゴとして知られ、炎を用いた壮観なパレードである。炎は、 祭典全体を象徴する精神であり、ファジェスの最終目的地である。このため、このパレードは、変化に富んだ祭礼の展示会である。基本的特徴として火を使用して、世界中に披露される。このイベントは華やかで創造しく、だし、巨大な機械、衣装をまとった人々、打ち上げ花火、火薬、ストリートパフォーマンス、音楽などで彩られている。 ファジェス最終日である3月19日最後の夜の真夜中近くになると、ファジェスは巨大なかがり火の中に入れられて燃やされる。これは車として知られ、ファジェス全体のクライマックスにあたるイベントである。ファジェと呼ばれる構造物の名称はこのイベントに由来している。ありがとうございます。